5世紀前半かな。英風になっとるけど、どうやろこれ。英風かこれ。方風行きましょう。英風だそうですけどね、これね。直径50メーター。5世紀の前半。どっから登るのかね。あ、初めてありましたね。今日古墳見た中で初めてありました、ここに、これ。神山古墳、通称。いやー、初めて見ましたよ。これ、どこも立ってないねんって、看板がね。あっこから登るんだな。登ってみましょう。何年前か来たんだけどね。これは古墳やって一人で叫んだんやけど。あら、木枯れて。ちょっと上から輪郭見てみましょうかね。おお、墳墓の形してますね、これ、ほら。二神山がね、なんか以前来た時見た記憶があるんだけどね、どこ上がったんやろね。ちょっと一瞬回ってみようか。おお、広いんだ。結構広いところでございますね、ここね。こっちから来れないか。来れないですね、こっちからね。あの向こうにもね、古墳があるんですよね。あと、最後行ってみようかな、これ。これ、こういうことかね。こうなってるけど、これ円墳地だよね。おそらく。ここに円墳の最大の円墳があるんだけどね、日本でも有数のね。何メーターよね、95メーターぐらい歩いたからね。富雄にあるやつは100メーターぐらいしない、105メーターぐらいしなかったかな。あれこんなやったっけ。俺前も来たことあんねん。前来たことあんねんけど。あ、これよかった。二条が見えますわ。これほら、二条だ。真正面に二条が見えるからね、間違いないぞ。ここからと見たんだよな。ね、もうちょっと木がいっぱいあったような気がしたんだけど、俺勘違いかな。二条山からずっと勝てたけどね。ここだね。築山古墳があるから見えんけど、高さやっぱないかもしれない。築山古墳はそんなにね、何十メーターも。これ東を見るとうねり山か。あれ海の山が見えますね。もっと左行ったら、この下に、ここに。いやー、わからんか。今度もっと左か。これ、水の山か、これ。ちょっとわからんだ、これ。で、奈良の山々がいっぱい繋がってるね。あの辺がね、奈良の湖が決壊して、あの辺から水がね、大阪が流れたんやろうけどね。だからずーっとこの辺、この向こうは以前はおそらく、ここから見ると分かるけどね、随分低いでしょ。で、湖だった感じですね、こっちね。ずーっと。周りにずーっとこれ、古墳があるということが、そういうことやろうな、丘陵地帯に。
これ貝山古墳でございました。貝山古墳は5世紀の中頃にだ、前半にだかな、前半公園になっとるんでね、高さが5メーター遊墳、はい、そしたらね、最大の遊墳高田コンピラさん、コンピラ山古墳やったっけ、これちょっと行ってみようか。コンピュラ山古墳って読むんかね、あれ。はい、ちょっと行ってみましょう。約700メーターやから10分ほどかかるかね。いや、直線距離やったらそんなないんやけどな、このぐらいやからね、10分はかからないやろ、5分ぐらい行けるやろ。公園になってますね、これ。これ行けたかな。ああ、扉があったんや、こんなところに。